ザ・フォール・オブ・トロイはアメリカ合衆国ワシントン州を拠点に活動しているポストハードコアバンドである。バンドの構成はトーマス・エラック、フランク・ブラック、アンドリュー・フォースマンの3人構成。スクリームのパートがあり、セイオ・シンなどのファンが好んで聴くこともあり、当初はスクリームバンドとしての認識が高かった。しかし、キング・クリムゾンなどのプログレッシブロック、 ブラッドブラザーズなどのポストハードコアの影響が、垣間見え、様々なジャンルの要素を取り入れたより、実験的なサウンドを特徴とする。近年では、プログレッシュブロックバンドとしてカテゴリーされている。メタルコアバンド、ザ・ナンバー・トゥ・エル・ブルックス、ライク・ユーとサイドプロジェクトとして、スピリット・ EP のレコーディングを予定していたが、アイボールレコードとイコール・ビジョンレコードの間で、折り合いがつかず、 エラックとザナンバー2エルブルックス、ライクユーのアレクシス・パレハが曲を書き上げているにも、かかわらず、プロジェクト自体が白紙の状態へ。学校の歴史の教科書をランダムに開きながら、単語を拾い全員が納得する名前が出てくるまで、何度も繰り返すという方法で、ザ・フォール・オブ・トロイというバンド名に決まった。そのためバンド名に深い意味はなく、歴史上の出来事の単語の組み合わせである。なお、 全身のバンドであるティアーズ・ウォ王のバンド名を考えたときもこの方法であった。なお、ドッペルゲンガーに同名の曲が収められたトムウェイツにも映画デッドマンウォーキングに提供されたザ・ホール・オブ・トロイという楽曲がある。ありがとうございます。